お面大隊健志くんです。ダジャレコンクール、はい、ということでダジャレコンクール開催します。まあ、ダジャレコンクール略してダジャコンなんですけど、まあ、何するかっていうと、まあ、まずは剣道に絡めてもらったダジャレを、こちらで募集しまして、その中で最も面白いというですね、ダジャレをまあ、競っていこうじゃないかという企画になっております。で、まあ、軽い感じでね、募集していただきたいと、募集じゃなくて応募していただきたいと思うんですけど、まあ、一番僕が面白いなと思ったダジャレには、ささやかながら、ちょっと商品をプレゼントさせていただきたいなと思っております。現金がいいかな。で、まあ、ダジャレなんでね、簡単な感じで募集してもらって、まあ、あんまり額がね、大きいと、ちょっとね、重いかなと思うんで、まあ、最優秀賞、まあ、5000円ぐらいですかね。で、他に副賞が少しあったりとか、ですかね。1位が5000円で、まあ、副賞の他の人かな。他の人が、何名かちょっと選ばせていただくっていう感じにしたいと思います。ということで、僕が考えたダジャレもちょっと今日発表していこうかな、みたいなことでいきます。で、一番僕がパッと思いついて、まあ、あんまり面白くないけど、一応ダジャレできたなっていうのから発表します。それでは、行きましょう。足さばきで足バキバキ、来ました。これぞ、まあ、親父ギャグというか、まあ、結構お子さんでも簡単にね、考えられるような、もうすごい安直って言っちゃうとどうなのかなみたいな感じですけど、そんな、できました。じゃあ、次いきます。コテ怒ってる。いいですね、これ。めちゃくちゃシンプルで、で、このポトっていう、このポトリ感がね、出てるのが非常に、僕これ結構気に入ってます。一番いいのかなって思ってます。コテ怒ってるってリズムもいいしね、語感もいいから、気に入ってますっていう。はい。で、一応、なんかこんな変化球もあるよみたいな、なんか最近のね、なんか早口言葉やってる芸人さんみたいなのも今いらっしゃるんですけど、こちらですね。ガタイでかい大将、代表戦でも敗退。はい、来ました。辛いですねー、この状況ね。前が勝ったり負けたりシーソーゲームなんですけど、まあ大将戦に回ってきて、まあ自分が負けちゃって、大将戦落としちゃったと。でスコアが同点だったんだけども、まあ多分あれですかね、監督にこうもう一回こう蹴りつけてけじめつけてこいみたいな言われて行ったんでしょうね。まあだけでも、惜しくも敗退。悲しすぎるこの展開。まあまあ、みたいなところで、まあちょっと変化球ですけど、まあもしこれでね、もっと違う言い回しで面白い、シーンとか表現っていうのがあれば、ちょっとそちらも評価していきたいと思います。で、一応やっちゃいけないことっていうか、まあ、パクリみたいなところは、まあ、これダジャレでね、剣道ダジャレでパクリとかダブリってほとんどないとは思うんですけど、まあ、一応なんかこう、誰かが言ったやつをヒントにするのはいいんですけど、まあ、これを丸パクリで、応募するのはやめてください。まあ、著作権っていうか、そういうモラルとか、まあ、そっちのところになってくると思うんですけど、ちょっとそのあたりはお控えいただきたいと思います。まあ、その他注意事項っていうのをいくつか、こちらの下の概要欄にね、応募フォームのところに、リンクで、貼っておきますんで、そこ進んでいただいて、で、応募フォームのところにちょっとだけ注意書きっていうのを書いておきますんで、そこら辺に気をつけながら、応募してもらえたらと思います。でね、この間セミナーやった時もあったんですけど、このメールアドレスを一応書いていただくのと、電話番号ですね。これなんで電話番号かっていうと、メールアドレスを書いていただいてもメール届かない人いるんですよ。だからそういう人には、せっかく当選してんのにね、連絡つかないみたいなことになるのが嫌なんで、メールアドレス、届くメールアドレスと、つながる電話番号を記載してください。こちらですね、まあ、個人情報になりますんで、基本的にはしっかりと、管理をさせていただきますし、何か他の目的で使うっていうことはありませんので、ご安心して、
ご記入いただければと思います。それではね、面白いダジャレを、お待ちしております。ああそうかそうか、期間は9月中にしますかね。ちょっとね、夏休み終わったりして、ちょっと何もねイベントがないところで1ヶ月間じっくりですね考えていただいて、まあ、9月の1日から、9月30日ですかね、9月って30までだったっけ、31だっけ、ちょっとわかんないですけど、9月の末まで、お待ちしてます。で、10月中に僕が10月の上旬に選んで、中旬ぐらいがいいですかね、だいたい予定はそのあたりで、発表させていただければと思いますんで、どしどし気軽な感じで応募してください。あんまりね量が多いと選びきれないんで、お一人様、3つぐらい、3作品ぐらいにしましょうかね。でその中から、僕全部読みますんでやりましょう。まあ、英語とか、中国語、外国語っていうのはちょっと難しいので、ご勘弁願えたらなと思います。気持ちに余裕があったらちょっと解読してみたいなぐらいですね。はい、あと何か質問あれば、コメント欄の方に載せていただければ、考えたいと思います。それではお待ちしてます。